三皇五帝は古代中国の神話伝説時代の八人の帝王。三皇と五帝に分かれ、三皇は神、五帝は聖人としての性格を持つとされ、理想の君主とされた。伝説では最初の世襲王朝、夏より以前の時代とされる。三皇については諸説あるが以下のような語説がよく知られている。天皇、地皇、太皇前官、芝仙。 式、旗はじめ後本義において、皇帝という称号を定める文脈でこの参考が挙げられており、大公の公と三角を組み合わせて皇帝としたと伝えられている。ただし、ここでは参考という語でまとめられていない。注釈である党の芝ただし、式作品では、大公イコール人能としたり、天皇、地皇、人能を参考としてその前に大公がいたとしたりする。 柴忠氏が補った、四季の参考本義では参考を、仏義、序ぎ、除花、能とするが、天皇、地皇、神皇という説も並記している。仏義、神ぎ、序郎、除春秋抜きうんとくるる。等の柴忠氏法、四季参考本義もこれを継承する。仏義、神ぎ、引き利人、礼抜き含む、文化仏義、神ぎ、宿祝遊五官、半子。 白骨五編、不次、神脳、皇帝精神、皇后静か、帝王世紀最初に現れるのは、天皇、地皇、神皇という天地人三歳に由来する、抽象的な存在であるが、後には人類に文明をもたらした文化英雄が名を連ねる。これらは、前巻末から流星した神秘主義的な、神医思想によって、半重半身の姿をした神として描かれている。 なお、不継ぎと新能に関しては早く、収益刑事下伝に毛を使って、文明をもたらした聖人として、皇帝、行、春に先行する存在として描かれているのであるが、これを参考に入れ、参考を歴史的な帝王として五帝の前に置くことが、固定化するようになったのは、銀紙二五のことと考えられる。誰をもって五帝となすかは、下の表に示してあるように様々であり、 その話の内容についても様々な前後矛盾がある。四季、古帝本義において古帝を一応歴史の範疇内に置いた芝線であるが皇帝伝説は史実とは思っていないが皇帝伝説のあるところに限って共通の民族風土があり幾枠くくかの史実が紛れ込んでいることは否定できない。よってこれらを記録することに価値を乱すものであると断りを入れている。 紀元前221年、旗王政は他の六国を攻め滅ぼし中国統一した後、それまでの王という君主の称号より上位の称号を王安、李氏ら重臣たちに指紋した。重臣たちは古代の御帝を超越したとして三皇の内最上位で、ある大公の称号を使うよう推挙したが、英政は自分がこの三皇御帝より尊い。 新たな存在であるという考えから、皇と帝を合わせた皇帝という新しい称号を造語し、自身はその初代であるため、始皇帝と称した。以降、中国の支配者は皇帝を名乗ることになる。ありがとうございます。